今回のテーマは私たちの命は生かされている命生は授かりものということでお話をしてみたいと思います毎朝朝が来て一日活動が始めて元気に我々は動いておりますがよく考えてみるとですねなんか3つのことが偶然に重なって我々は生きているという具合に思えて仕方ありません。 一つはですね、太陽の存在です。もしも、水星とか金星みたいに、地球が太陽に近かったら、現在の温度っていうのを保てないわけですね。たまたま程よい位置にいて、命が誕生してるんじゃないでしょうか。また、太陽光だけじゃなくてですね、酸素とか、地球の水とか、 大地。そして、その大地のところから発生するお野菜とか食べ物とか牛とか動物がいるということ。これらが何一つなしに人間は生きていけないわけですね。それから、もっと大事なのは両親ですね。両親がいて出会いがあって初めて、 人間の命はお母さんのお腹の中に誕生して、とつき10日経って、それが表に出てきて人間として、しかもそれがたった 400cc の脳で生まれる人間が1年間経つとそれが倍になり、20年かけて 1400cc となり人間としての活動ができる。 いやーもう不思議がもう重なって命があるとまあ一つ一つもうちょっと話していきたいと思うんですが宇宙っていうのは138年ほど前にできてそして46億年前に地球だとかあー一緒にこの太陽の惑星ができてですねそしてその地球も太陽も他の惑星と一緒に太陽とですね 宇宙空間を左回りにものすごいスピードで回ってるわけですよね。ところが、その回っているスピードっていうのを人間が感じないと。いやー、なんかもう不思議不思議で、で、この太陽系の惑星の中でも水星とか金星とか火星では人間がたまたま今の地球の位置が、 太陽との関係でうまい位置にいた結果、人間が、人間だけじゃなく、動物、生物が生まれたという。で、我々は日常気がつきませんけれども、地球は自転をしてるわけですよね。それで、まあ日本は北緯35度から45度の間におりますが、でその、 日本の移動だと大体1時間で1500キロも動いてると。1500キロっていうとですね、これは東京と沖縄間ぐらいの距離があるんですよね。分速で約25分ですから、1分間で約25キロ地球は動いてると。まあマラソンが42.195ですから、2分間、60を 120を数えてる合間に地球はもう50キロも動いてて、マラソンの、フルマラソンの距離を移動してるというこだからまた、公転をしているわけですね。公転というのは、1年間かけて太陽の周りを回ると。この磁速は、なんと、1時間で10万キロ動く。10万キロっていうと、地球1周が4万キロですから、地球2周半、 反回るようなすごいスピードで好転をしていると。自転をしながら好転をしていると。ところがその人間はその完成の法則によってもう地球ができた時からその速さで動いているためにスピードというのを感じないと、これもまた本当に不思議で極まりなくて、まあ理解できないですね。だから2番目は、その 太陽光、地球の存在から酸素、循環する地球の水、まあ、水がないと生物は、えー、生きられませんよね、植物にしろ、動物にしろ、野菜、果物、それから海に魚がいるわけですから、あ海がの水がなかったら、まあ、魚の存在もないし、海藻もないし、えー、イカだ、タコだ、カニもいないし。 ということで、やはり、いくつかの要素が重なって人間の命があるんで、酸素一つなくても、水一つなくても、基地、大地が一つなくても人間は生きていけないということを、本当考えると、 まあ、時点のおかげで朝昼晩ができて、公転のおかげで四季の変化ができて、それも地軸が23.4度傾いている結果、そうなると、もしもそうならなかったり、時点がなかったら、もう昼のところはずっと昼で、夜のところはずっと夜だと、それから地軸が23.4度傾いてなかったら、年間こう通して、 あるところははみんんなな同じ季節のはずなんですねでこれが傾いている結果四季が出てくるとかそれから両親,両親の出会いがなかったら自分の存在もないしやはり精子卵子が結合して人間の元ができるそれがしかもお母さんのおなかでとつき10日間の間に 人間の器官が心臓ができて脳ができて血管ができて目ができていや本当にどう考えても理解できないですよねでしかも40億年前はそれほど海の中に微生物が誕生したと思われるものがどん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 え生命の進化で海から陸へそしてまあ,あ 現在の人類になる。その前にも、まあ、霊長類のチンパンジーから人間が進化して、その人間も、いくつかのパターンがあってですね、えー、もう、円人から、求人になって、新人になって、現在の我々がいる。なんていうことを考えると、本当にもう、不思議の不思議。 私たちの命は生かされている命だと、聖は授かりものだと思わざるをえないですね、毎日毎日、感謝感謝です。